鶴川駅は東京都町田市の小谷一丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O25。町田市と1958年に合併した鶴川村に設置されたことから鶴川と命名。島式ホーム一面二線、単式ホーム一面一線の計二面三線のホームを有する地上駅。上り線のみ待避設備を持ち、朝ラッシュ時は当駅で、 快速急行を退避する各駅停車、通勤準急が多い。駅舎は線路の北側にあり、古線橋を経由してホームに出る。古線橋にはエレベーターが設置されているが、エスカレーターは設置されていない。下りホーム生誕には、係員無配置の南口改札口があり、自動券売機、自動生産機、自動改札機を設置。空調完備の待合室は各。 ホーム、トイレは北口改札脇に設置されている。以前は上りホームに小崎ショップという売店が存在したが2018年10月をもって閉店した。跡地には自動販売機が設置された。町田市では東の玄関口である同駅の利便性向上などを目的に駅舎改築を計画しており、整備後は南北自由通路を備えた。 京城駅舎に改築し、北口駅前広場を再整備する予定。上り線は2番ホームが主本線、3番ホームが対比線である。対比線が設置された経緯は、帝都高速度交通営団千代田線との相互直通運転に伴う、準急列車の重量編成化によるものである。もともと、対比線は、隣の柿尾駅に設置されていた。しかし、 柿尾駅の退避線は8両編成分の有効長であり、同駅敷地が手狭で設備改良も困難であることから、当駅に退避設備を設置したものである。後に柿尾駅は退避線が撤去された。2020年2月9日には貸切列車特急ロマンスカーゼルビア号が鶴川駅3番ホームから新宿駅まで特別運行された。 2012年度の設備投資計画において、行き先案内表示機の新設が盛り込まれた。2020年度の1日平均乗降人員は46,377人であり、小田急線全70駅中16位。小田急電鉄の駅ですべての急行が通過する駅としては、乗降人員が最も多い。近年の1日平均乗降人員。 乗車人員の推移は、下表の通り。駅は、能賀や一丁目にあり、町名としての鶴川一丁目から六丁目は、駅の1から3キロ北西にある。駅北側には鶴川街道があり、交通量が多く幹線道路が交わる交差点が近いため、慢性的な渋滞が発生している。土地区画整理事業の施行とともに狭かった福井が改良されており、 2003年に駅北口付近の道路が拡幅した新道路に付け替えられた。北口東側にはバスロータリー、小田急マルシェ、駐車場などがある。北口西側にはタクシープールがあり、小田急マルシェ2から3のほか多数の商業ビルやマンション等が建築されている。駅南側は開発途上な部分が多い。鶴見川が流れ、 その向こう側は川崎市麻生区の飛び地である。土地利用は主に住宅が中心。路線バスは神奈川中央交通と神奈川中央交通東と小田急バスにより運行されている。0から4番乗り場と交車場は北口東側、5番臨時乗り場と西口交車場は北口西側にある。駐車区出店。ありがとうございます。